このネットもですね、随分お世話になりまして最近私が自由にこういろいろ書いてるのを批判される人もいるんですけど、まあ、その昔今から20年ぐらい前はほとんどの人がこういうブログっていうのやってなくてですね、私も実は録音ではなくて、一生懸命毎日書いてたんですね。目的はどういう目的かっつったら、まず第一に自分の頭を整理する。やっぱり人間はですね、頭を整理しなくても自分で書いて自分で見るんではちょっとですね、まず第一にやりがいがない。第二はですね、人の考えを聞かないとですね、自分の考えの間違いってのは分からないもんですから、特にその頃大学の先生でしたからね、大学の先生ってのは非常に危ないんですよ。っていうのは、皆さんが大学の先生だからと思ってあんまり失礼なこと言わないんですね。ですからついつい我々の方は傲慢になっちゃうんですよ。学生は母先生どうそうですかって言ってくれますしね、それから外の会議、大学外の会議に出てもですね、なんて言いますか、学校の先生だと思ってみんな尊敬してくれるっていうか、丁寧にやってくれるんですね。尊敬してるかどうか分かんないんですけど、丁寧にやってくれるんですよ。そうこうしてるうちに人間はやっぱりだんだん心が傲慢になってきて、自分の考えは正しいんじゃないかとこう錯覚してくるんですね。そういうこともあって私ブログを利用してですね、自分の考えの正しさを少し修正していこうと、間違ってるところも随分あるだろうからっていうことで最初は書き始めました。その頃は見てる人も随分少なかった。今と違ってもともとネットを見る人は少なくて、ほとんど 90% ぐらいの人はテレビ見てましたからね。それでぼちぼちやり始めた後、どうもこの2011年の福島の原子力発電所の事故ですね、その時にものすごくメールを送るし反響があったんですね。私は原子力やっておりまして、大変にその時に福島の原発事故のことを反省したんですね。国の委員でもありまして、内幕も随分知っておりましてね、自分がここでこうしたことがまずかった、これで福島の人に、福島の人ばかりじゃなくて、ほとんど日本全部の人を不安に陥れましたからね。科学者としてはあってはならないことで、私はそのもちろん原子力発電所はやってません。燃料系ですから、そういうことはないんですけど、それでもやっぱり同じ技術者として非常に恥ずかしい思いをし、必死になってその時に福島の方に対していろいろデータを出したと。普通の人は原子力とか被爆に対してそれほど詳しくはないので、お子さん持って本当に迷ってる方とか、赤ちゃんにどういうミルクを飲ませていいかとか、自分がどっかに行って被爆しちゃったんだけどどうしようかといったですね、大体1日に6000通ぐらいメールが来てですね、起きてはメールを片付けて疲れ切ったらまた寝るっていうのは、そういう生活をしてたわけです。それで、これじゃいけないと思って音声に変えましてねでさらに多くの人に聞いてもらえるようにしようとしたのが10年ぐらい前なんですね。それ以降私としては、ネットを出して、その頃 YouTube に出したらこう禁止されるとか削除されるとかそういうことは全くなかった、自由だったもんですから、自由に書いて、そしたらコメント欄がありましてね、コメント欄にも自由に皆さんが書いてくるっていうことでとても楽しい、日々を過ごしたものであります。テレビは一方通行だったけれども、ネットになって、それを見ていただける人と仲間で交換ができると、いうことができましてね、私としてはそんなはずでつもりで言ったんじゃないんだけど、そう取られたかっていうな感じですね。そしていろいろ自分で反省してみると、こういうところが言うことがまずかった、私が言うことがうまくなって、大学の先生ですからもちろん喋るのは職業なんですけども、それでもやっぱり2つ改善がありましたね。1つはさんまの本まで っかを見て、出場するようになってですね、さんまさんの言い方とか、そういうのを間近でずっと勉強しましたね。したら人にはどういうふうに言えばいいかとか、どういう点が人が理解しにくいのかと、いうことをよく分かりました。それからもう一つはこのネットですね。ネットのコメントを見て、そこはちょっと言い足りなかったなとかですね、誤解を招いたなっていうところが随分ありまして、本当は
ネットでコメントを書かれる人に質問が随分来るんですよね。質問に本当は全部お答えした方がいいんですけど、それがちょっと難しいんですよ、現実には。まあいっぱいいっぱいなんですね。それでまあ一時は、まあ、1日600通とか、まあ、そういうメールが来たり、コメントも 100を超えるというようなものもあったんですけども、まあ、そのうちには、まあ、100じゃなくて100万を超えたりすることもあったんですが、まあ、そういう時代も去って、まあ、世の中が落ち着いてですね、それで、まあ、台風だとか、まあ、科学のことですと普通のことをですね、コメントで言って自分を、ま、の気持ちをまとめるというのがあったわけですけどね。だけどちょっと ずっと困ったのはですね、やっぱりコメントを書いてくる人の言葉遣いがだん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 乱暴になるっていう傾向があるんですね。それはまあ親しくなってくるからっていうこともあるでしょうし、それから人間っていうのは面と向かっては、まあ僕なんかはですね、面と向かってネットのコメントに書いてあるような激しい乱暴な言葉遣いを自分に面と向かって、言われる人っていうのはいないんですよね。今まで一人もいませんでした。もう僕は随分古老なんですけども、それでも全然いませんでしたね。ところが私のブログのコメントですから、私とこう対話してるようなもんなんですよ。それにはものすごい乱暴な言葉が使われたり、お前死ねえとかですね、まあ、一時流行ったんですけど、いや僕に向かって社会人が死ねえっていうのはちょっとあまり失礼だっていうんで、特に僕は年を取っているので、やっぱり年取った人に死ねえっていうのはやっぱり本当に失礼ですからね。だからそういうことはなかったんです。またコメント欄同士でいろいろな意見交換とか議論が始まりまして、これはもうなかなか私としてはおかめ八目で横で見てるもんですからいいんですよね。まあ、そういうことで、まあ、随分長く20年以上、まあ、特に原子力発電所の事故以来毎日書いてるんで、まあ、1日や2日はもちろん飛ばしたことあるんですけど、ほぼ毎日書いてるんでですね、で現在ではいろんな方が手伝ってくれて私のものを二次使用してくれたりですね、それから、組織的に、まあ、削除されたら別のところで出してくれると、まあ、いうふうに本当に日本の憲法で言論の自由っていうのが認められているわけですの で僕自身は私が書いてるやつはデマでも何にもなくて真面目に私が書いてるつもりなんですね。私が今日これを言うような気持ちになったのは、実は私の読者の方からこういうコメントが出てますよっていう、まあ、非常に言葉遣いの荒いコメントを見ましてね、何箇所か気がついたんですね。やっぱりこれは一回僕の方から私が書いているネットの記事の目的ですね、私はもう全然利害には関係ないんですよ、名誉にも関係ありません。私はまあ本当に十分な人生を送ってきましたので、これ以上自分の名誉を主張しようとか、これ以上金儲けしようなんて全くありません。ネットで書いたりなんかしてるのも全部著作権放棄しておりまして、どなたかが利用していただける人がいるんですね。まあ、その利用していただける人が、タイトルがまあ私と同じ人間ではありませんので、私の記事を使ってタイトルをつけられると私とは違ったタイトルがつくときあるんですよ。もちろん私に別に許可を求めてるわけじゃありませんのでね。そうするとそれについての文句が私に直接来ることもあるんですね。先生なんだと、あれは内容と違うじゃないかって言ってお叱りを受けるんですが、まあ実は私じゃないんですと。これは実はね、不思議なことじゃないんですよ。こういった著作権というのはですね、今からわずか200年前しかできてないんですね。それよりか前は人間はですね、もっと偉かったんで、どなたかイエス・キリストが、まあ、イエス・キリストは私と比べて偉すぎるんでちょっとあれなんですが、イエス様がこうおっしゃったというのはイエス様に断らなくても言ったり使ったり聖書に書いたりしていいんですよね。これは人間というのはそういう点優れててですね、人の頭の中に浮かんだものは権利を認めないということが普通だったんですね。人が持ってるやつは、例えば非常に高い茶碗を持ってるとか、値段の高い茶碗を持ってるとかですね、それから刀を持ってるとか家を持ってるとかだったら、それは俺のもんだっていうような人はいないんですけども、著作物とか言ったこととかそういうことは、まあ、自由にみんなで使おうやっていう、そういう人間には融通性のある頭があったんです。だから著作権のことを非常に厳しく言う人いるんですけど、著作権って本当の権利じゃないんですよ。だから次元なんですね。
本当の権利だったら永久に続くんですけども、そうじゃないんですね。それでまあみんなで、人間は頭にも血管があるし意見もいろいろだから、まあ制限いろいろ設けないで自由に議論しようやっていうのが表現の自由であり言論の自由であり、まあ、今ちょっと特別なコロナで特別な状態になってますが、まあ普通はですね、戦争とかそういうんじゃない限りは、まあ、自由に議論できるっていうのが本当のところなんですね。まあ、ただ意見を言うにしてもいろいろ人と厳しい言い合いをするにしても言葉遣いだけはやっぱりね、もう少し丁寧な方がいいんじゃないかと。まあ人間っていうのは感情で逆らってて喧嘩をするっていうのはあんまり望ましいことじゃないので、喧嘩にならないためにはできるだけ穏やかな言葉を使い、相手の感情を逆なでようないようにするっていうのが、まあ、第一ではないかと、まずは今日そんなふうに思いました。